って、いいの、タヌキはいいの、ちょっとアイテム投げなさい、ほんと分かった、ちょっと、いや中村くんところピンポンと押していいのかしら、私夜中にピンポンってさしたくないのよね、あんまり。わかる皆さん、私誰こぶってなれないんですか。え中村くん、さっきねくるちゃんにコメントしたらしいよ。えじゃあ起きてるじゃん、ほんじゃもう無視されてるやんか私。えじゃあ起きてるじゃん、うん、無視されてるわ、もうあかんわ、起きてんじゃんあいつ、じゃあ、うん、なんと、うん、ね、コブって誰？分からん、分からない。コブさんって人がなんかね、あの迎えに行くって言ってんの？誰ですか？あなたを。誰ですか？ちょ中村くんに LINE しても、皆さん。待って爆乱するわね。でもあのタイムラグ見ても中村くんコメントしてるか？あ中村くんね。中村くんみたいな、起きてるにしようか。ね起きてるみたいな。いや多分ね返事ないから多分寝てるわね、うん、うん、そう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 ね、うん、何バーでいい、どこのバーよ、どこのバーよ、ランディーバー行くのじゃあ。でもさと、ここまで来ても3時間かかりますって、横浜行っても3時間かかりますってさ、これ私が横浜行っても全然あんま変わらないよね、本当じゃない、なんか行ってもだって結局ねえ、なんか結局なんかあの変わらないってさ、そうだよねえ、うん、行っても意味ないよね、ちょっと、うん、あ町田行く、何ですかそれ、町田ゆうきさんいるのかしら、お店にね、ほんとねえ町田よ、うん、ねえちょっと、うん、ねえ町田よ、町田がいいかな、あ町田の方がなんか動きやすいかな、うん、あ、いやコロナも別に特にもう大丈夫みたいよ、なんか龍樹さんね良くなったみたいで、うん、ねえ、うん、なんで企画を変えるわけってひーちゃんって、え、とにかくもうタヌキは黙ってて、ほんとアイテム投げて、ほんと、うん、とりあえずね、うん、とりあえずお金投げましょう、タヌキのみんなはね頑張ろう、うん、とりあえずね、ほんと、うん、そうそういいの、ほんと、もうタヌキは特に人権ないんだからもう黙ってて、ほんととりあえず、ほんとね、もう人権侵害するから、ほんとリスナーのこと無視？そんなことないわよ。だって分かってる人は分かってるよね、リスナーさんでね。いや本当に。いやちゃんとね赤出ししてる人は分かってる、ちゃんとねしっかりと。そうそうそう。私がそういう人間だってことはねちゃんと分かってるよね、本当。じゃない？うん。じゃないの？あどこ行った？赤出しの皆さんは。ほらいるでしょ？そう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 ねえ、ほらご覧なさいよ、でしょ、うん、じゃ大丈夫よ、そう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 ねえ、あこんばんは、うん、じゃあおせっかいして、はいはい出ましたね、はいはい偽善しようかも、いやこういう人が皆さん企画なんて応援してるわけないじゃん、このさっきね企画しましょうよとかなんかそういう風にブチブチ言ってるけど皆さん分かったでしょ、本性が、うん、分かる、何とも思ってないのよ、分かる、うん、ね手のひら返しなんだよ皆さん、そうそうそうね、分かった、うん、何こんなタヌキでコメントしてる、そんなことないわよ、あなたたち弱虫よ、弱虫な人間なんだよあなたたちはね、結局あの本音を言えないんだよね、結局は
私にコメントしても分かってもらえないっていう風な、そういう気持ちだから私には伝わらないのよ。分かった？結局。なんか昨日ルーナさん行きたいとこないですか？あの私ちょっとね、この前のね、お詫びがしたくてね。誰？あ、匿名さんありがとう。ドヤさドヤさドヤさありがとうございます。どうしたの？あのこの前はね、本当に、ご迷惑をおかけして。あ、うんの全然いいのよ。今日ちょっとおごらせてください。あ、いいのよ、全然全然いいのよ、全く何もない、うん、何も大丈夫よ。そんなどっか行きたいとか。お金がないでしょあなた。もったいないからダメよ。お金ちょっとあるんで。ダメよ、大丈夫大丈夫ね。ほんとじゃあどうしようかな。ほんとそうね、ランディーバー行くね。ランディーバー行ってみる皆さん。そうそう、安いじゃないランディーバーね。ちょっとあの交流も兼ねてね、交流も兼ねて、うん、いろんな配信者と交流かけて。あなた交流が少ないからなのよ。行きましょう。はいね、行きましょう、はい、そうそうね、ちょっと交流しましょう。あ、いるいる、ごめんなさい、いるわ。ごめんなさい、ごめんなさい、いるわ。行きましょう、行きましょう。そう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 。ね、うん。いや、ほんと。でしょ？あ、そう、山田君に私から連絡するわよ。大丈夫、大丈夫。そうそう、夏希ちゃんの周りが、だから、あんまいないのよ、そういうね、交流が。同じ顔ぶれじゃない。夏希ちゃんの周りってね。うん、でちょっと今日は変えましょう。ね。交流するメンバーもね、ちょっと少しね、うん、うん、何？ランディさんいないの？お店に。嘘でしょ？本当？いないの？どういうことよ？そう、夏希ちゃんはそうよ。ライバーさんで。ねえ、夏希ちゃんって普段何してるの？え、働いてないの？あ、今はね、働いてないです。前は何かしてたの？風俗嬢です。あ、そうなの？はい、あら、うん、あ、そう、あ、そうなんだわ。ねえ、やっぱあれって大変なんでしょ？はい、大変。ねえ、大変よ。そうそうそうねえ、うん、何？え、そのお金はどうしたの？あ、親の借金とか。あ、そう、いろいろ。でもホストにも使ったことはある。 あるんだ、ホストね、うんうん、そんなに使ってないけど。あ、どのぐらい使うの？なんか10万ぐらい使った。あ、10万とか、うん、まあ10万なら別に普通だねね、10万使うぐらいだからね、別にね、うん。あ、そうなの。あら、投げ死にも使ったのあなた。ん、え、何？ホストって何？ちょっとあんたあのアイテムとか投げたの？他の配信者にも、そのお金を。夏希ちゃんは、ん、何のお金ですか？ん、あのアイテムとかに換金してふわっちにこうアイテム投げてたの？あ、いや、それは貯金のお金から決済、うん、あ、まあ、携帯の決算、うん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 、で、それで決済エラーなんて、うん、もうずっと投げてない、なんかキャリア決済あんまりダメみたいですね。え、どのぐらいエラーが起きるんですって。どのぐらい投げたの？けど、イキリストさんにファンタスティックと、パルパルさんにファンタスティック。はあ、え、でもファンタスティックって言ってもその1回だけでしょ？ファンタスティック3回ぐらいで。ファンタスティック、はい、うん、ファンタスティック3回ぐらいで、うんうん、なんか アイテム決算エラーみたいな、上限が1回かかって、この前なんかエラーみたいなちょっと出てくるんですよ、うんうんうん、なんかよくあるみたいです。山田さんが言ってました。何、結構、何、ファンタスティックを結構投げてるの？他の配信者にも。いや、なんか お礼みたいな感じで。あら、まあすごいわね。あ、イキリスト君とパルパルのファンだったのね。
あ、パルパルさんはファンやって、キリストさんはあのファンというかあの師匠みたいな感じだって。あ、師匠なんだ。あなたの。あ、めちゃくちゃ何投げてたのあなた。あ、投げ師さんだったのね。投げ師っていうほどでもないですよ。いやーでもね、皆さんその携帯の決済が出てくるぐらいまで投げるって相当だよね。だって皆さんね、そんな、なんかみんなよくあるみたいですよ、うん、あ、そう。いやそこまでならないよ私は。ならないですか。なる。え、なんでやろうか、うん、ねえ。いやいや、だ数回投げただけって。あんた投げてないよ。あんた本当、あんたどうなのよ本当。本当よ。そうなんだね。うん、恐喝されてるの誰に。誰、コブって。コブさんって知ってる。ご存じないです。すいません。何恐喝って。あなた恐喝されてるの。え、されてないですよ誰にも。うん。あ、相沢さんと友達なの。あ、もともとリアル友達でした。あ、リア友なの、はい、あ、そうなの。あ、そう、ちょっとここ電波悪いのよ、うん、人誰もいないですね。そう、この時間ね、静かでしょ。ほんといいですね。でもなんかあの、夏希ちゃんなんかちょっとあの弱いから、意思がなんかないからさ、はい、なんか恐喝されそうだよ、確かにねあなた、うん、確かになんかね、ちょっとなんか心配になるわね。結構強いですよ。は？強いですよ。強いの？はい。どこら辺が？全体的に。全体的に？本当？何かけ麻雀のこと？ん？何？かけ麻雀何それ、どういうこと？わかんないです。あ、そうなの。中村君に対して強かったの？いや、もうイライラしたんです。すいません、リスナーさん。そう。あ、戻ってもいいわね。お家にね。そう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 。でもさ、あれでね、どうしたいかは、夏希ちゃん決めてもいいわね。今後のことはね。やっぱり大阪に帰るならね、帰るのもありだしみたいなね、皆さん思わない？そう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 。大丈夫？しんどい？大丈夫？急な坂でしたね。そうよ。ね、そうだよね。私もそう思うわ。ね、こればっかりはね。そう、夏希ちゃんに決めさせましょう。どうする、夏希ちゃん？はい。これからあなたの意思を尊重して私動くわ。言って。あんまり自分の意思がないです。え？どうしたらいいかわからない状態です、いつも、うん、ちょっとじゃあ、え、ちょっと考えてみて今。はい、うん、あ、大丈夫？大丈夫？すみません、大丈夫？どうしたらいいの？考えましょうね。でもね、ほら時間もあるからね。そう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 。ん？東京にいるのか。あ、特別さんありがとうございます。東京に行ってね、ん？どっかの家にね、住むのか。ほんと、そう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 。ん？だって山田君と喋っても何もならないじゃないのねえ。山田君の車止まるの？いや、それは嫌なの。はい、あの彼女いてるし。あ、そっか、怪しまれちゃうね、またね。あ、匿名さんありがとう。そうそう、始発で帰りたいってあなた言ってたもんね。本当に始発で帰るの？じゃあ。はい。帰るの？
まあ、ずっとそのつもりでさっきあの配信つけてました。でももうあなた始発だったらもう5時ぐらいに新幹線走るわよ。はい。ということはあなた東京駅に向かった方がいいってこと？じゃあ、あと2時間であなたもう新幹線走るわよ。はい、うん、始発の新幹線。しかもほら皆さん4時ぐらいにはもうほら開いちゃうから、 4時過ぎぐらいにはもう駅が開いちゃうからね。うん、うん、もうどうしようか。帰るの？あ、どうする？あ、匿名さんありがとう。アリスありがとうございます。ありがとう。匿名さんもありがとうございます。じゃあ始発で帰るなら東京駅私送るけど。あ、いいですよ。新幹線は6時なの？違うよ、新幹線ね5時あるのよ。皆さん調べてごらん、本当朝の便あるよね。 あこれね車、まあ、ちょっと待ってね。いや早いのあるよ皆さん、私5時のやつ乗ったことあるもん、あの新幹線で。うん、そうそう大阪のやつ、うん、あるよ私、あるある、普通にあの滋賀に帰るとき年末。そうそうそう、ちょっと待ってね。はい、あ、こんばんは。よし、ちょ汚いかも、ちょっと待ってね、ちょっと待って。あ、匿名さんありがとう。あ、ごめんね、後ろ汚いわよ。大丈夫？ごめんね、前も来てないわよ。はい、よし、大丈夫？はい、ごめんね、はい、ちょっとよいしょ、投げて投げて投げて、よし。でもさ、あなたワンライブのやつどうするのよ、あのリアトツのやつ行くんじゃないの？ん？何その顔、どうしたの？貸してスーツケースこっち入れるから。6時が始発だった？あ、これなんか入れて、ごめんね、荷物いっぱいあるから、ドレスもいっぱい入ってるからごめんなさい。上のバン乗って上にボンって。あ、ほんと6時なのね。あ、そう、いいじゃん6時だったらね、6時でね。あ、いい、こっちありがとう。よし、ねえどうする、あのバンライブのやつ行かないの？なつきちゃんじゃん。さっきまでは、うん、もうやめとこうかなと思ってたとこです。あ、本当？あ、そのゼロワンのリアツでしょ？はい。でも何行こうと思ったの？やっぱり。うんうん、ごめんね、来たんか今ね。そう、せっかくあなた来たのにもったいなくない？ここにあなたせっかくね。そうなんですよ。でしょ？ね、みんな思わない？東京来たのにね、せっかく。まあ私は、まあ、あなたの意見を尊重しますけどね。ねえ、やっぱもったいないっていうお言葉をね、うん、あのいただいたら、まあ、確かにそうだなと思ったり。だってあなた新幹線代さ、違う違う、皆さん新幹線代はたいてきてるけど、だって1万5、6000ぐらいかかってきてるわけでしょ、片道だけでも。あ、ゆうかちゃんありがとうございます。新幹線代ぐらい稼いでから帰ればいいじゃんね、みんなね。じゃら、そうそうそう、もうね、ほんとちょっとゼロワンくんとさ、ちょっと絡むとかさ、せっかくの機会なんだからね、ゼロワンくんと会うとか、ゼロワンくんにねちょっとお話ししてみるとかね、せっかくなんだから。あんたゼロワンくんのことね好きなんだったらよ、パルパルも もちろん来るんでしょ、30日はね。パルパルも来るしね。うん、そう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 よ。少しお小遣い稼いで帰ったっても遅くなくない？だって、うん、だって今ここで、あ、まあ私の意見だから、まあ、流しといて。でもほらやっぱせっかく来たんだったらやっぱね、ある程度やっぱちょっと根付いてから帰ってもいいんじゃない？はい、せっかくほらあなたがここにいるわけで、私も今日ほらまた会えてるわけだから、
だってもしあなたがもし何かあったとしてもほらまた私とまた絡めるじゃない、うん、ねえ皆さん東京にいるんだから、これ大阪だったらあなたと会えないわよ、もう大阪にいる人間だからね、言ったら。でも東京にいるからこそまた私もこうやってまた何かあったら夏希ちゃんっていう風に言ってまたほら絡めるでしょ、はい、そうそうそう、うん、だから、うん、いるんだな私もね、なんかあれだけど、うん、暑いですね、暑いわねほんと、うん、だと思うのよ。そうよ、お金払ってんだから、いや私は行った方がいいと思うよ。あ、ツルピンちゃんっていいの？嘘？マジ？ツルピンの家でもいいかな？本当ツルピンちゃんいいの？あのうちのあのひどんなファミリーなんですよ、うん、クーラーある？ツルピンのところクーラー、え、本当にいいの？本当？でもなんか悪いわね、本当。そうそうそう、ツルピン電話しようかな、ちょっと一回みんな電話してもいい？ツルピンにちゃんと許可を取らないとね。あ、山田さんにもね連絡しとかないと。あ、ちょっと待ってね、一回電話するね、はい、うん、電話しないとね、皆さんね、しっかり、うん、よしよし、そうそう、私のねすごい仲のいいお友達なの、そうそう、皆さんそのひどんなファミリーのねあのメンバーなんだけどね、ドラマにも出てた、うん、あったあった、しでもね私んち来てもいいけど暑いんだよ、ほんとくそ暑いのよ。クーラーがねもし効いてればいいんだけど。あ、もしもし、起きたの？え、何ツルピンちゃん、何あの家行ってもいいの？いいんだけど、一個問題があってね。うん、今ガスがね止まっててね、あのお風呂が水風呂なの。でもお風呂嫌いでしょ？うん、そうなんだ。本当？うん、あとは普通に部屋は、うん、いわゆる山二人全然余裕で泊まれるから、行ってみる？仕切るあれもできるけど。え、夏希ちゃん行ってみたいって。あ、いいよ別に。いいの？うん、え、今何生理なの？大丈夫かな生理でも。ね、あの大丈夫？あのそう本当そんなわけないよ生理って、本当ただの切れ字でしょ、切れ字。そうそうそう、そうでしょ、うん、え、本当にいいの家？お泊まりしていてどうする？家近いよ、なんていうのかな、あの台東区なのよ、台東区ってあの足立区から近いのよ。そうそう、どう思う？一応行ってみる？あ、行ってみるわ、行ってみるわ。うん、うんうん、来てみてそれから考えれば。あ、来てみてそれから別に泊まってもいいし。あ、とりあえず来てね。うん、そっから考えればいいじゃないですか。あ、じゃあちょっと一回行ってから考えてみる？はい、うんうん、なんでそのあのとりあえず切るわね電話ね。はい、どうも。え、なんどうしたの一体あなた何その顔は。怖いの？知らない人だから。あ、そうよね。なんだろう、ちょっとどう言ったらいいのかね、あの人は、うん、スキンヘッドのオカマ、とにかくハゲてるの。いや、結構いいかつ、いいかつ。うんうん、全然いいかつくないよね、可愛らしい、うん、うん、おかまさんだよ。え、すごいいい人やね、面倒見いいし。
おかまの方がいいって教わらないし、ね、思わない？女も女で気使うやん。じゃないあんた。ね、思わない皆さん。男だったらなんかちょっとさ、ちょっと男を止めてあげるっていうのは、ちょっとしも、あ、なんていうかな。ちょっといやらしいことちょっと考えてる部分もあるのよ。やった中村とは。そうそうそう。あ、ひろみちゃんありがとうございます。逆に男の方が、おかまの方が逆にいいよ。あなたも思わない？おかまの方がなんか話しやすくない？どう？私喋りにくい？喋りやすい。あ、本当？はい。そうそう。だからほら、やっぱね、おかまの方がいいわよ。ね、いや男は下心絶対あるって。ちゃちゃ、山田くんがもし来るにしてもよ、別に山田くん別にツルピンで来ればいいじゃん。だってね、東京に来るんだから。だってちゃ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 いわよって。だって山田くんとりあえず来て、一応話は一応するんでしょ。山田くんともなんか分かんないけどでしょ。でもまあ、うん、それだったらもう急いで来なくても。いやでも急いで来てもらいましょう。あ、横浜って言った。ちょっと横浜はちょっとやめましょう。はい。うん、私山田電話する。あ、山田電話してもらってもいい？ちょっと、うん。だって東京からだってさ、じゃあな、皆さん横浜まで1時間かかるのよ。だって山田はなんか東京来ても3時間かかるし、横浜に来ても3時間って言うからさ、私が1時間ちょっとかけてさ行ったところでさ、時間の何このねえね、減らないだって時間だって。結局山田くん、はいよ。ちょっと浅草の方に来てくれるかしら。そう、ちょっとね、夏希ちゃんの、夏希ちゃんをね、泊まらせてくれるっていう私の友達がいるのよ。うん、おかまさんで。うん、おかまさんで。うん、そこにちょっと今から行こうかなと思って。俺行かんでしちゃうんですよ。でも、あんたもだってあれでしょ、ちょっと会いに行くっていうふうにあんたも言ったんでしょ。泊まるとこあんねやったら俺いる、まあいいんやったら行くけど。え、何、泊まるところがないから来てくれるの？なんだじゃん。あ、じゃなくて、なっちゃんがどうしようもなくなってるから行くっていうあれやからさ。あ、そうなの？うん、そうだよ。でも一応来れば。浅草までやったらまた話変わってくんで。なんでよ。え、うん、まだ多分何時間、3時間ぐらいかかるのかな、多分。3時間もかかるかしら。いや、どうやろう。横浜までで、多分、6時ならへんぐらいやと思う。6時なるの？だからまだ1時間弱。ほんと。浅草やったら。山田くんどうする？いや、もう、山田さんも自分のペースで、私のことは気になさらずに。もう分かった。まあ、とりあえず、そっち方向向いては進んどくわ。そしたらじゃあまた連絡ください。うん、了解。はい、すいません。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい。ね、でもさ、とりあえずごめんなさい、私が振りましたわね。ね、とりあえずさ、浅草行ってみましょうよ。台東区の方行ってみよう。はい。で、台東区の皆さん行ってみて、あ、ちょっと無理かもっていうふうに思えばまた考えましょう。だってほら言ったじゃん、ツルピンがほら来てもいいけど一回見てもらって、あ、無理だなっていうふうに思えば別にそれでいいですよっていうふうに向こうほらね言ってたから、とりあえず行ってみましょう。何その顔。何この顔。どうしたの？言った。何眠たいの？ね、大丈夫？はい。眠いの？え、何？3日間眠ってないの？あんまり熟睡はできてない。まあ、どうしたの？眠たいの？大丈夫？はい、大丈夫です。うん、え、大丈夫？眠たい？大丈夫。寝る？寝る？え、じゃあとりあえず行く浅草の方に。
何を言う、どうしたの、正直なさい、正直に。どうしたの。いや、初めましての人の家だから急に泊まるのはなんかあれかな。とりあえずお会いしてみたらどう。あ、そうそうですね、うん、はい。とりあえずあの交流がてらにちょっとねお話ししてみて。はい、そうそうそうね、とりあえず、ね、でしょ。はい、じゃあ行きましょう、とりあえずね、はい、そうそう、お願いします。あ、いいのよ、全然ね、ほんと。ちょ、そうよ、はっきりしないわね、ほんとあなた。いつもなの。あ、いつも、もうなんかいつもこんな感じなの。うん、ブレブレです。ブレブレね、ほんと。そう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 、ね、フィーリング合うと思うけどね、いい人なのよ、ほんと皆さん。ねえ、ねえ、浅草でもいいわね、もしあの遊ぶにしてもね、何するにしても。どうね、行ったことないです。あ、ないの。はい、でも浅草だったらさ、あの夏希ちゃんがもし何かあってもさ、私行けるわね、家近いからね、浅草から。うん、待ってて。あ、これお金払いますよ。あ、いいわよ、いいの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 、喋ってて。はい、初めまして、すいません、あの企画中に出しゃばってきて。アンチ多いな。てる、大丈夫。はい、大丈夫です。大丈夫、喉乾いてる。よいしょ。何さ、いいじゃないの。なんか、え、怒ってはる人いっぱいおるわ。誰が怒ってんの。更年期なのよ、ごめんなさいね、ほんとねえ、そう、更年期なのよ、気にしないで、ちょっとほんと。そう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 ね、うん、大丈夫よね、行きましょう。山田が何怒ってる、なんでよ、しゃあないじゃん、だってねえ。いや、それもなんか盛り上がってるって思いなさいよ、ほんと山田くんもな。なんて、いや、とりあえずね、あれ、どっち、こっち、あ、こっちかな。よいしょ、行くよ。とりあえず結構近いね、こっかな。いや、おねしょはだってね、あのまれだよね。はい、まれよ。そうそう、まさかするつもりなかったのよね。うん、そう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 。なんかふわっちも横に流れていたらいいですね、コメント。どういうこと。ニコ生みたいに。ああ、ニコ生みたいに。はい、ああそうね。ほんじゃなんか、うんうん、あっち来ててもなんか流せるんですけどね。ああね、でもほら、あのニコ生のやつ、あのなんていうのな、あ、特許があるのよ、特許。うん、あれドワンゴが特許持ってるからね、はい、あれできないのよね、あれ、あの他のサイドではね。うん、そう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 、うん、ね、そうなのよ。うん、おむつだから、おむつはね、まれよね、しつこいわね、ほんと。おねしょおねしょって何回言うのよね、おねしょおねしょって。ほんとそうね、うん、そう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 、うん、そう、ニコ生はほら、あれ、あの皆さんね、あのほら、まああれってさ、文字流れてるでしょ。あれ別になんかあの文字を読むためにじゃなくて、 なんだろう、あれもう流れてるのがいいよね。うん、うんうんうん、そうそうそう、これはなんか読んでしまう感じのあの流れ方ですね、コメント。あ、このコメントね、うん、うん、まああのほら、やっぱりニコ生は別にコメント別に読まなくて、別に流してればいいのよ。うん、うん、でもふわっちはほらやっぱコメントね、読まないと。うん、うんうんうん、ほらね、また変わってくるじゃん、媒体でね。そう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 、うん、何そわそわしてる、何、私別にそわそわ別にしてないよ、だってね、普通よ。うん、そうそう、
違うわよ。じゃこれからどうするのかなって心配なのよ。馴染めるかなって言ってねえ、それが一番心配なの。馴染めるかしらみたいな、わかる、うん、そうそう、ねえ、あのうまくできるかしらみたいなね、うまくあのねえ、なんかこれから会う海坊主とあのねえ仲良くできるかしらってちょっとあの心配なのよ。あ、アンナちゃんありがとうございます。どやさどやさどやさ、ありがとうございます。そうよねえ、でしょ、うん、そこよ。そう、鶴瓶なら別にあなた問題ないと思うけどな。はい、うん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 、ねえ、あなた眠いの、ね、寝る？いや寝ないです。どうして眠いんじゃないの、あなた。眠いです。眠いでしょ、寝る？大丈夫？大丈夫です。起きてれるの？はい。本当？だってあなた眠ってないでしょ。あんまり眠れてないですね最近。あ、本当？コラボ しすぎちゃいました。あ、誰と？いろんな方と。うん、え、誰とコラボしたの？ゆめちゃん。誰ゆめちゃんって？キリストさんの元カノのゆめちゃん。ゆめちゃん、女の子ね。はい、うんうん、ね、キャリーちゃん、キャリーちゃんね、うん、早くさ、あのね、私にはでしょ、うん、じゃの違ったっけ、はい、でしょ、うん、ね、うん、そうそうそう、あと、岡まいまいさん、あ、冗談じゃないわよって、あ、はいはいはい、ね、ほんと、そうそうそう、似てる、あ、似てる、はい、そうそうそう、あ、まいまいね、はい、うん、え、あの、どうでした、まいまいは、優しかったでしょ、うん、うん、めっちゃ好きです、まいまい、あ、ほんと、まいまいね、うん、なるほど。おかまさんとは何、あの、絡むとかあるの？熊本住んでる時、あの、ゲイバーよく行ってた。行ったの？はい。あ、あなた九州なの？いや、住んでただけなんですけど。あ、出稼ぎで？うん。あの、彼氏について行って。あ、彼氏についてって。なるほどね。うん。え、もう彼氏はいないの？あなた。もういなくなりました。あ、亡くなっちゃったのね。はい。彼氏が。あら。あ、いいなと思っていないの？男性のいないの？あの、かやくさんかっこいいなって。あ、かやくんいいなって、うん、あ、好きだなって、はい、ちょっと付き合いたいなみたいな。いや、それは思わない。うんうんうん、チューしたいなって。うん、それは別に、はい、いらない。かっこいいなって。あ、かっこいいなって。うん、あの、ジャニーズみたいな、うん、ジャニーズ、うん、あ、そう、どういうこと？何言ってるの？何、ジャニーズ、うん、ジャニーズのコンサート見に行くじゃないですか。それと一緒の感覚で。あ、ほんと、今日会うね、ツルピンさんもちょっと回復みたいな感じよ。へ、はい、うん、ハゲてるから、うん、同じだね、はい、うん、だからちょっとなんだろう、あ、なんかちょっと親密感があるわよ、うん、ちょっとね、そういう感じでね、うん、ハゲてる同士でね、うん、いいと思うわよ、きっと。でも男性の方が好きなんですか？そうよ。あ、なんで嫌なの？なんで好きなのよ。何、ふんって。何、女好きがいいの？いやいや、そんなことない。なんでよ。え、なんで、どうして？何何、なんで言って言って。ん、え、何え、何、何、男好きは嫌なの？いや、そんなことないです。うんうん、はい、え、なんかあるの？何にもないです。何もないのね、はい、うん、そう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 、うん、え、何、カヤクくんの家泊まったの？いや、泊まりに行くはずやったんですけど、うん、3時半ぐらいまで、うん、3時半過ぎぐらいまでコラボしてて、うんうん、で、そっから帰りました。え、その、男性の家がいいの、あなたは？あ、そんなことないです。あ、ないの？はい、うーん、うんと、あらららら、らねえ、皆さん、あ、眠いからちょっとぼーっとしてんのね。あ、すいません。ね、眠いから。あ、回ってないです。もう着いたら寝ちゃうわ、あなたね。寝ないです。なんで？いや、失礼なんで、すぐ寝たら。そんなことないわよ。眠ってもらったがまだいいんじゃないの？はい、なんでしょう、うん、そうそうね、みんなね、うん、
皆さんちょっとねえ、いいのよ本当。ちょっと、満喫寝れないよねあんまね。寝れる？満喫ってちょっと無理じゃない？漫画喫茶どう思う？でも満喫もカラオケも眠たい時は寝れますよ。うそー、寝れる？あの痛いところで。はい、あそこ痛いじゃない、床がさ。究極まで眠くなったら、うん、でも私あの中村くんの家でちょっと床で寝てたんで。寝れた？はい。中村くん床で、ね、眠らせるの？ベッド一つしかないんで。一緒に寝ればいいじゃないベッドで。いやそれはちょっと。あ、向こうは寝てもいいよって言われたの？いいよって言ってるけど。うん。でもあなたはちょっと、うん、あの嫌だわって言って。なんかちょっと向こうに触られそうな感じ、ちょっとするわって感じ。いやそれはないけど、うん、ないけど、なんか臭いから。あ、中村くんが臭いの、うん、あ、そう、中村くん臭いの、うん、あ、そう。え、なんでベッドにじゃあおもらししたの、あなたじゃどうしたの何なのです、なんでベッドにあんたおもらししたの。起きたら漏らしちゃいました。どう、うん、え、寝てんじゃんベッドで。ちゃんと一人で中村くんが出かけてる時、いない時ね、時か。はい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 、なるほどね。うん、あ、お酒飲んでたのね。はい、なるほど。あ、それでか、あなた。うん、そう、あ、そうなのね。うん、え、何しだから一緒に寝ましょうねって時はもうあなたが下で寝るのね。はい。お布団なし？お布団はまあ、ある時とない時があるんだ。はい、そうなの。まあね、中村くんちね、中村くんちにいればよかったのね。うん、なんでもね、あのモラハラね、男ね、ちょっとね、うん、ちょっと耐えかねたのよね、夏樹は。そうよね、しゃあないわよ、ほんと。うん、そう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 、わかる？皆さん、夏樹よね、そうよね。その顔はどうしたの。でもすごいね皆さんね。え、ね、まさかパルパルとかイキリストくんとさ実際あの会えると思わなかったでしょ。と思った配信してさ。いや、パルパルさんまだ直接お会いしたことなくて、うん、ね、あ、イキリストさんはもう存在すら知らなかったんですよ、もともと。あ、そうなの、はい、あら、うん、あ、じゃあ会えるじゃない、明日ね、30か、今日29だから会った。明日会えるじゃないの、なつきちゃんじゃない。はい、楽しみじゃないの、あなた。楽しみじゃないです。なんでよ。どうして？言って。なんかあの、ま、ママに言って。うん、あの、うん、リスナーとして行けば楽しみなんですけど、うんうんうん、私も配信者として行くんで、うん、そうね、あの、いろいろ考えたりとか不安とか緊張とかがあって、あの、え、何を考えているの？あの、どうしたらこう面白くなるだろうなとか。あ、狙ってるの？はい。あなたも。エンタメできるかなとか思ったら、うんうんうん、あ、そこをちょっと考えてね、はい、やると、あ、そういうちょっとあのみんながこうな何を求めているのかなっていうね、はい、そういうものをちゃんと私がこう汲み取ってできるのかしらみたいなね、はい、あ、そういうところね。あ、なるほどね、そうそうそう。あ、じゃあもうそれを答えることはできるわけ、なっちゃんは。じゃあできないです。できない、はい、あ、そう。だからそれがちょっと不安だわってところね。はい、そう、ずっと失敗続きなんで、コラボ失敗続き、コラボが、はい、だからもう次も失敗するんじゃないかなって。あ、コラボ、はい、コラボ誰とするの、30日は一体。30日はキャリーちゃんと一緒に行くんですけど、うん、キャリーちゃんとね、はい、うん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 。あ、キャリーちゃんも東京いるのかな。キャリーちゃんそうですね、同じ日に ついてあれ別々に来て。え、キャリーちゃんとこに行けないの。キャリーちゃん、まやちゃんのお家なんですよ。あ、そうなの。え、あなた、まやちゃんとは。いや、あんまり。なにこれさ、あ、だよ。これまずい、あの車、やば、まずいね。あの車、あかんわ。あれ、止まったらダメね、あのところにね。
きたわ、うん、あ、ありがとう、あやねちゃんありがとう、あやねさんありがとうございます、ありがとうございます、あ、そう、まえちゃんとはあんまり親しくないのね、まえちゃんとはあんまり、あ、そうですね、あきこママさんのお家で お会いはしたんですけど、うん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 、あの、そうですね、あんまり私のこと知らない感じで、あ、そっか、はい、でもほら、30かしら会うんでしょ、あ、キャリーちゃんとは、キャリーちゃんとも、はい、だからまえちゃんも来るんじゃない、まえちゃん来ないのかな、いや、どうなんだ、あ、そう、ちょっとなつきちゃんあれね、ちょっともう少し周りとの、はい、交流関係広めましょうかね、ね、皆さんね、交流関係、うん、なつきちゃんね、結構ほら、あなたほら結構同じ部類ばっかじゃん、あ、はい、うん、ちょっと同じ部類だからちょっと少し変えてみるとかね、みんなね、はい、ちょっと、うん、なんだかじゃない、なんか夏希ちゃんなんかいいように利用されそうな感じがするのよね、あなた、うん、なんかぶっちゃけ言ったら扱いやすいのよね、はい、うん、ちょっとそう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 、うん、いや、我が強いのもあるんだけど結構その騙しやすいみたいな、うん、うん、そう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 、結構そうなのよ、押しに弱いっていうか、まあぶっちゃけ言ったら利用しやすいみたいな、うん、ところはちょっとねあるのよ、あなたにはね、やっぱり、うん、そこをなんか自分がなんだろう、そこに演じてやってるのと、そこになんか口車に騙されてそこに飲まされてるってまた違うからね、はい、うん、そこの台本に付き合ってるだけよっていう風な、その状況分かればいいんだけど、その状況分からずになんかこうそこに飲まされそうな感じがするんだよね、飲まれてますねいつも、あ、そう、はい、うん、だそこでだからね、ヘイトを向けられて結局その潰されるっていう風なパターンの配信者って皆さんいっぱい見てるよね、今までね、そう、誰とは言わないけどね、皆さんね、いっぱいいろんな配信者でいるよね、女の子でね、やっぱりそうか、そう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 ね、見てるから私はね、どうかなみたいな、うん、そうそう、いるよね結構いっぱいね、うん、女の人でね、うん、うじゃうじゃおる、うん、うん、確かにそうやな、そう、例えばだって皆さん、まあ名前出していいのか分かんないけど、まあそのね、お酒すごいたくさん飲ませてね、ベロベロ飲ませて、ね、暴れさせて、あえてあなたにヘイトを向けるっていう風な人もいるよね、やっぱね、ぶっちゃけね、いるね、やっぱそういう人っているの、そうそうそうね、皆さん、うん、いるじゃんそういう人って、やっぱ、うん、カレンちゃんもそうだし、皆さんそうだったでしょ、カレンちゃんもそうだしみたいなね、うん、酔わせて潰させて暴れさせてみたいな、いるじゃんそういう人って、やっぱり、うん、そこにやっぱ乗らないっていう風なこともやっぱちゃんとね思っとかないとみたいなさ、うん、ね、そう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 、うん、でしょ、やっぱりそうよ、あんたお酒飲んで おしっこ漏らしてるからやばいよ、うん、ねえ、でしょ、うん、やっぱ何おしっこ漏らしてんのってなるじゃん、やっぱ、はい、そうそうそう、結局は、うん、だからよ、ねえ、あ、カレンちゃんね、カレンちゃん純粋だもんね、いや、カレンちゃん私大好きだわ、ほんと、またカレンちゃんに会いたいわ、ほんと、今度会いに行こうお家ね、遊びに行こう、ずっと見てました、あ、ずっと見てました、カレンちゃん、うん、あ、カレンちゃん知ってんの、パルパルさんの元、あ、そう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 、うん、だからイキリストさん、うん、太郎さん、うん、山田さんのこの時代が知らないんですよ私、うん、時代があるの、その出てきたの、うん、あ、時代ね、はい、時代、一番最初の金梅さんとか近藤組長、くもん龍くんとか、最初の初期メンバーを見てたんですけど、あ、そう、古いね、はい、途中で出てきはったイキリストさんとか全然知らなかったから、うん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 、
ことは前から知ってたの？はい。あ、そう。あ、昔から？はい。あ、そうなんだ。だってめっちゃ有名です。有名じゃないよ。ねえ、全然よ。あの、釜あゆさんとかも。あ、そう、その前から？はい。あら、私も釜あゆちゃん好きだった。もうパイオニアだよね、釜あゆちゃんはね。お釜のね、お釜界の。皆さんだってもうペイントメイクをした、したのはかまえさん、そう、かまえちゃんからだし、皆さんそうだよ、皆さん、あ、ミラーゲルとかもそうだしね、うん、うん、やっぱりで、なんだかんだ言ってやっぱかまえちゃんだよね、やっぱね、あの最初はやっぱり、え、ななちゃんはやっぱその後だよね、やっぱり、うん、だってひなの先生とか、あ、ひなの先生ね、うん、あの神谷ゆちゃんとかね、あそこら辺じゃん、みんな時代が、うん、オカマブームってあったんだよ、あの時代、うん、綺麗系のオカマがすごく人気だった時代があったんだよ、皆さん、お化粧メイク配信とかね、あったのよ、皆さん、だってあの皆さん、あの神谷ちゃんがメイクをすればさ、もう3000人とかいるんだよ、すごくな、お化粧だけでね、うん、そうそう、お化粧配信とか言ってするともう3000人とかいたんだよ、そうそうそう、うん、ねえ、あの時代ね、すごかったよ、だってひなの先生もすごかったよね、うん、すごい人気だったし、ひなの先生とか、うん、今はもうほらお店持っちゃってね、やってないけど最近配信は、うん、そうだよ、だってその神谷ちゃんとかがまだ5、6000人の時はまだ奈々ちゃん100人だったよ、閲覧が、皆さん、うん、奈々ちゃんが出始めの時は知ってるけど、そうそう、あの100人だったよ、全然全く、うん、あの時代ね、ちょうどだからこう転換期みたいな時代、ちょうどね、皆さん、そう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 ね、うん、でしょ、そういう感じだからね、ほんと、うん、分かるわ、私もね好きだったから、うん、でみんなでも TikTok 行ってるもんね、ああ、そうですね、うん、神谷ちゃんもね、うん、そうそう、あ、もうすぐ着くよ、皆さん、早いです、早いでしょ、うん、でしょ、そう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 、誰、高瀬環奈ちゃんって知ってた、誰その人、そうそうそう、あの子いなかった、じゅんなちゃんっていなかった、昔じゅんなちゃんって言って、ね、知ってる名前、安室奈美恵みたいな人いなかった、皆さん昔いて、で、なんかその、え、今いるのかな、あの人、葉山じゅんなちゃんだっけ、あー、なかった、 TikTok かなんか、あ、やってる、あの人、え、じゅんなちゃんとかだって知らないでしょ、みんな、ギャ、黒ギャルみたいな人知らないでしょ、みんな、社長、もう今社長さんなの、社長、なんか経営かなんかしてある、あ、そうなんだ、いや、すんごい人気あったんだよ、葉山じゅんなちゃんね、はい、ダンスもすんごい上手いしね、 TikTok でも歌も上手いし、そう、同性婚してる人、うん、え、楽しいこと揉めてんの、え、どういうこと、喧嘩してんの、楽しいごくんと、なんで別れたよ、誰と、慎吾くんと、あ、離婚したの、同性婚の人と離婚したんだ、え、じゃあ何、葉山純奈ちゃんはバイセクシャルみたいなもんか、え、知らなかった、そうなんですか、ね、女性もいけるんだね、じゃあ、あ、女性もいけるけどってことね、男性ともいけるんだ、へ、あ、そうなんだ、あ、バイなんだ、へ、いいね、なんかそういうのね、うん、男も女も好きになれるっていいね、ダブルでね、ほんと、視野が、いや、私もそういうの理想的なんだけどね、ほんと、両方ともね、うん、そう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 、あ、そうなんだ、え、楽しんごくんと揉めたの、なんで知ってる、え、知ってる、それ、いや、揉めたのは知らないです、知らないの、はい、うん、知らない、私もびっくりした、浜崎あゆみ関連なの、あゆのこと、確かね、葉山純奈ちゃんあゆ好きなんだよね、すんごい、浜崎あゆみファンじゃなかったっけ、あの人って確か、楽しんごくんが何、失礼なことで
怒ったの？あ、楽しんごくんが愛に対して言ったから怒っちゃったって感じ？で、揉めてるって感じなの？あ、そう。なるほどね。出てきたんだ、彼女が。あ、そう。あ、謝罪したんだ。へー、珍しく謝罪してるの。あ、しんごくん。あ、そう、しんごくんね。裏表すごい。でもしんごくんほら、なんか昔結構揉めたよね、昔ね。あ、何？アユディスってたの？あら、でもアユをディスったからって別に何も、アユも別に何も言ってないでしょ？だって皆さん、なんかあんの？それってね、アユディスったんだって。それはダメですね。ダメよね。え、大人な対応してるってすごくない？え、アユも何、その言われて反論したの？すごいね。え、だってアユを何動かしたことでしょ？あのシンゴくんが何言ったからだと。アユす、アユが、ね、その何言われたことに対して何、あ、私もみたいな反応したの？あ、そう。すごいですね。あゆが反応するってすごいよね。うん、言われたからって言ってて反応するって。X 見ればわかるの？あ、そう。で、あゆは何？まああれでしょ、どうせ大人な対応してるんでしょ、多分きっとね。あゆは余裕あるもん、やっぱりね。あゆだからねえ、じゃない、きっと。そうそう、楽しんごくん最近誰でも噛みついてる。ちょっとなんかあれだよね、ネット民な感じだよね、炎上しますみたいな。ちょっとね、あれ、そう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 、ちょっとお騒がせな感じだよね、最近なんかね。ちょっとあの人、もともとテレビで見てた人だったから。あ、しんごくんね。あ、そうね、しんごくんね。ちょっと、あと私知り合いなのよ、しんごくんとね。知り合いっていうかね、みんなね、あの私のほら今相方いるのよ、 YouTube の、その相方がしんごくんとほら、なんていうの、まあまた別にコンビ組んでるのよ、しんごくんと一緒に。ね、皆さんね、りゅうきさんっているんだけど。そうそうそう、ね、まあだから知り合いっちゃ知り合いだよね、皆さん。一応ね。そう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 、いや、しんごくんね、やっぱね、頭の回転早い。私しんごくんやっぱあの結構合うんだけど、やっぱね、うまいよ皆さん、やっぱり。ね、いや、この人は得する人間、この人は得しない人間っていう風にもう瞬時にもあの頭の中でもペペペペっていう風に振り分けてみたいな。わかる、皆さん、もうちゃんとこうできるからよね、仕分けみたいな。いや、聞いたよ、なんかそういう風な感じで、ね。いや、でもそれ大事よね。あ、いいね、ありがとうございます。いや、でもそれ大事じゃない、だって、ね、もうすぐね、そこからね、そうそう、ずる賢いんだよね。何これ、自転車落ちてない？いや、まだ。何、大丈夫この自転車ね。ちょ、懐かしいわね、関西弁ね。私も関西なのよ。関西人なんですか？うん。ね、一応ね、私滋賀県なのよ。わからないですね。でしょ？うん、なんでや。ねえ。そうそう。ねえ、皆さんね、私ね。一応そうなのよ。滋賀県人なのよ。ほんと、こう見えてね。琵琶湖。そうよ、琵琶湖よ。そうよ、琵琶湖よ。うん。ちょっと。
そうそう損得感情でもどうせみんなでもそこはでもさあおおでもそういうのやっぱあるんじゃないのねえんくるくる何くるくる何くるくるって何どうしたの何くるくるって電波くるくる電波何は別にくるくるしてないよね治ったんじゃないの治った到着あ、ほんと大丈夫じゃあ行きましょうか、はい、ね、周りちょっと隠してねとりあえず、はい、何さどうしたのみんなカードが残っている知ってる何が何がしてるのよみんなもうほんとうるさいわねしてるだのほんとどうしたの一体みんなしてるしてるって何をしてるの一体何電波ブス今もあ下ろすスーツケース忘れてます何ブスって何ブス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 ってうるさいねブス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 ばっかり言わねえ大丈夫見えないんで分かってるわ本当よねえねえ本当よ行きましょう本当固まる固まるってブスって言ったらあかんねんそうよ固まる固まるってうるさいわねほんとあそこがそうでしょみんなそうよハッシュつけるほんと皆さんなんかスターライトみたいこごめんね、うん、ここよなつきちゃん入ってくださいどうぞごめん電波悪いねここねこっち入ればいいここ何これこの電波ここ電波だっけそんなにそんなことないすごい電波悪いよここ電波皆さん大丈夫どうぞお邪魔します電波悪いやっぱり今止ま流れてる皆さん、うん、こっちまで大丈夫電波治ったあの海ボードですどうぞあ、座っていいのねえ、こんな散らかってたのここいや、そこは今うん、ねえちょっとこれうるさいねちょっと消してねどうここ涼しくていいわね一緒うんあ、ほんとえ、ねえ、このカーテンはこれ何なのこれなんか来るからあ、もしなつきちゃんが来るならってこと敷居を知ってってことうんなんで敷居するのあ、こっちがなつきちゃんのとこにしてそうあーここぐらいいでしょもし寝るんだったらあ、そうね、うん、とりあえず最初ここ片付ければ寝るうんうんお父さんだと思ってねうんねお母さんよお母さんだと思ってねねなつきちゃんどこにあ、座ればなんか別にここ座ればその上でもいいし、今ね、座ればいいな。どう？なつきちゃん。あ、ほんと、そっち座る？なつきちゃん。ね、優しいわね。お父さんよ。お母さんよ。ね、お父さんかお母さんかよくわかんないでよ。ね、ほんと。そうよ。ね、そうよ。ちょっとごめんなさいね。ほんと、すごい格好私ね、今日。ほんと。ね、この格好。どう？来てみて。どう？このお家。どう？なつきちゃん。どう緊張します緊張してるの
今日これとあなた止まるのよ。何よその顔は。どうしたって言うのよ。うん？なつきちゃんの顔。眠いでしょ？これ寝ればいいじゃん、もうあなた。おやすみなさい。そうよね、緊張するわよね。お酒飲まないでしょ？あなた、あんちゃん、このなつきちゃん、お酒飲まないでしょ？飲まないです。飲んだらダメなのに暴れるから。見てよ。あ、まあ見てたでしょ？うん。そう、飲んだら暴れるのよ、ほんと。ねえ。そう。あの、ドアのボンネットをあのバンってしたところ。知ってるよ。そうそう。で結構見てますよ、ね、あ本当、うん、夏希ちゃんは、うん、でもほら浜村君もね、やっぱその酔っ払って、酔っ払ってやっぱ暴れるの良くないわね。うん、そう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 。でもほらねえ、普通の時は普通いい子だから、そうそう、使えば、あ、ありがとうございます、知りたいでしょ、そう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 、ねえ、お茶もほらわざわざ入れてくれてな、どうもどうも、ほんと全然気にしないです、すいません、ほんとごめんなさい、ほんとなんかあなたから投げるものね、何もないわね、何もないんだけど、いいわね、ザ、あのほら除菌のウェットティッシュみたいな、いるこれよかったね、これよかった、お下げくださいませ、ね、ほんとね、そう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 、ほんとに、うん、どう、ここを見てどう、あちゃどう、雰囲気いいですね、いろいろね、とりあえずは中村くんね、どっちがいい、うん、中村くんちは綺麗だけどね、うん、自己物件だけど中村くんとこ結構狭いよね、あそこね、うん、狭い、うん、物が、お布団がでかいね、ダブルベッドみたいなやつ、あれ部屋に合ってないもの、うん、あれシングルでよかったわ、あれね、うん、なんダブルなんだろうって感じ、あんな8畳にあのダブルベッドなんかいらないね、皆さん、あ、ちょっと声響いてる、ちょっと待ってごめんなさい、大丈夫、ちょっとあの少しこっち側低く、低く、低くしてもらえます、あ、ツルピ、あ、音ね、声がね、ハウってるのよ、はい、ちょっとすいません、ほんとね、いただきます、お茶、はい、いや、だからあの、抱くって無理なのよ、うん、おかまですから。男しか無理なのよ。だからあなたのこと別にその女性だからとかなんかそういうチヤホヤしないけどね。うん、まあ、残念ながら。うん、残念ながら。ドライよ結構。どうするの？とりあえず誰があるんでしょ？その誰？山田？あるんでしょ？山田くん？ワンライブ、あ、そうそう、ワンライブよ、ワンライブが何日、30日、あ、明日、明日、うん、明日、明日、明日、そこからまた考えればできそうに、うちのうちはいいよ、あの、山田くんここに来ると6時なんだって、ね、だってね、夏希さんが眠いでしょ、6時かなんか7時までって言うのかったっけ、うん、ねえ、皆さん、夏希ちゃんは、あの感じだと、あの山田さんは多分、あのもう来ない？来ない、来ないわね、うん、うん、じゃあもう、じゃあもう来ない方がいいよね、皆さん、じゃあね、うん、どう思う？そうそう、山田くんね、もうここはなんかもう任せてもらって、つけてない、私たちに、あの、ね、あの、ツルピン充電してもいい？いいよ、どこに充電あるの？あれがない、ケーブルが、何のケーブル？なんだっけ、あの、iPhone、なあ、ケーブルないの？いや、あった、何なのそれ、なつきちゃん持ってる充電器、あ、充電器あります、あ、ちょっとケーブルちょっと借りてもいい、すいません、ほんと刺すのはそこにあるから、あ、刺すのね、うん、iPhone ですか、 iPhone です、 iPhone ですか、お借りした、すいません、ほんと優しいわね、ほんと車に置いてきちゃったのよ、あ、ごめんね、うん、そうそう、ねえ、ごめんなさい、うん、だるそう、眠いのよ、眠たいのよ、24時間以上来てます、あら、ほんと昨日の、うんうんうん、夜の11時、これどれでも8時間だ、うん、起きてるから、うん、今20、ツルピン、うん、いいよ、ちょっとこれあんた、ごめんなさい、どうぞ、28時間、29時間起きてる、あ、そうなの、うん、ツルピン何の得があるのって、
別に閲覧そうですよ、私閲覧今をときめくあなた、夏木よ、そういう夏木ね、夏木よ、美味しいじゃない、美味しいじゃない、カランドク必要あるでしょ、まあそうだよ、うん、ね、中村ランチはダメだったんだって、つるくん、モラハラがすごかったみたい、あ、知ってるんだ、ちょっと見てた、あ、モラハラのシーン見てたの、メガネのおばさん誰、は、あー、なんか飯作ってたの一緒、誰、オリタンみたいな名前の配信者、はい、配信者の、誰、タトゥルちゃん、あ、そう、タトゥルちゃんだ、あ、タトゥルちゃんも言いたの、途中から参加で、お母さんか、違う、あ、でも、いや、あの子まだ18か19なのよ、え、そうなよ、タトゥルちゃんってね、皆さん、そうだよ、失礼ね、本当。まだ18か19なのよ、本当本当、タトゥルちゃんね、ああ見えて、そう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 、うん、ね、あ、22歳か、でも、って言ってまだ分かるよね、うん、うん、ヒルママが入ってきた、ママ、うん、なんて、部長の山田君、ほんと、ね、え、どうする、あ、泊まる、ここで、あなた今日は、いいですか、いいわよ、いいわよって、まあ、ごめんなさい、私いいじゃない、場所いいよ、でも涼しくていいわね、いいしょ、いいわね、クーラー、私壊れてるから、ほんともガスが今泊まってる、羨ましいわね、もう何もわからないんです、今どうしたらいいか、え、ガスっていくらなのって、違う、あ、今お金払ってないわけじゃなくて、うん、あの供給会社を変えた、うん、切り替えのタイミングが悪くて、うん、回線ができてない、水風呂なの？水風呂。え、ご飯どうするの？ご飯は私いつも適当に。ガスコンロで、ガスコンロで作るの？いや、ご飯作ってないから。どうやってご飯食べるの？いつも買ってきてる。スーパーとかの。あ、そうなの？うん。お腹空いてないの？誰？あなた。足？うん。足が今起きたばっかり。うっそ。あ、生理痛結構ひどい人？あなた、夏木ちゃんって、いや、はないです、頭痛、あ、パニちゃん、はいよ、 あ、イベント勝ったの？パニちゃん3位、うん、あ、パニさんも謝りに行かなあかんわ、パニさんおめでとう、パニさんおめでとうございます、入賞したの？3位になってよかったね、ほんと、あなた、またねえ、よろしくよ、またそうですね、5位だったの？最後に？あ、ごめん、5位だ、うん、そうだそうだ、最後マクライトさん、そう、いやでも違う違う、5位マクライトじゃないんだ、いや5位に維持したんだ、確か、いや違う違う、パニちゃん途中3位だったって知ってるもん、そうそう、3位は3位だって、うん、そう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 、うん、3位でやっぱババって抜かれるんだな、最後ってやっぱり怖いのよ、イベントの最後ってね、バーンってね、そう、最後の10分とかね、皆さん、うん、5分が結構勝負って言われてるぐらいね、本当、私もそうだと思うね、うん、本当に1位だと思ったら残りの1分でバンっていう風にね抜かれたりとかするから、本当わかんない、イベントって本当、そう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 ね、アムチンが最なの、うん、アムチン言っても強いよね、うーん、あ、そう、牛、あ、ひ、あ、ムロヒ、あ、あの牛か、あね、あ、ついてピアス、あ、鼻にね、輪っかついてるね、牛でしょ、はいはい、あの人ね、ほんと、あいつか、そうそう、あいつかって、そうそうそう、なんか長いんですか、そういうと、うん、もうそのぐらいよりぐらい長いのよ、うんうんうん、ちょっと私ほら結構ほとんどみんなと交流してるから、うん、ね、あんまでも交流してない人って少ないかもしれない、みんなとほぼ会ってるよね、私ね、ほぼ、いや、すごいって、ほら、長いとやっぱ配信、うん、だって、ふわち6年目よ、うん、ってね、皆さん2017年からいるんだよ、ふわちね、歴史見てるから、ずっと、うん、夏希ちゃんなんてまだほんの少しでしょ、ね、皆さん、うん、鶴ちゃんに耳をつけてみて、何、あ、これつける、これ、うん、あら、かわいい、うん、ねえ、あら、かわいい、そう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 、
ねえ、あらかわいい、うん、ほんとねえ、あらかわいい。じゃあ池バニーガールで何するつもりだった？別に普通にお散歩してお餅食べようかなと思った。あ、うん。でもなんかほら池袋にいるっていうからさ、夏樹ちゃんがね、池袋に、あ、そっか、さっき言ったもん、いたのよね、うん、夏樹ちゃんがね、ほんと。あ、ねえ、寝たなも夏樹ちゃんね、見んじゃないの？顔、顔かなんか洗うかい？いや、大丈夫です。ちょっと眠たすぎますね。なんか目がもうしょぼしょぼしてるじゃないの。え、うん、眠ってんのこれ。いや、これあんたの布団？うん。あ、あんたどこにいるの？違う違う、私こっちにいるから、そこっちで。布団もう一個ないの？うん、あれ寝袋。あ、そうなの？うん、寝袋？うん。どこに寝袋があるの？あそこに入ってる。あの、マットもあるし。寝てるの寝袋で。とか、うん、寝れる。寝れるの？だってキャンプしてるし。そう、ツルピンね、あのどこでも寝れる人なのよ。へぇ、うん、ね、猛暑の中であのテントでなんか寝てるからね、あなたね、うん、そうそうそう、うん、全然大丈夫だってよ。そう、この間どんぐり食べたし。どんぐり食ったの？そう、どんぐりってあの中に寄生虫、なんか昆虫いるでしょ。昆虫も栄養になるじゃん。やった、汚いわねこんなもん食べれないわ、汚い。いや、でも食えなかった、苦くて。でしょ、うん、いや無理だよ、そのどんぐりなんて。よく食べたどんぐりなんて、ほんとサバイバルして。えサバイバル、もうあの体壊すよね、その昆虫みたいなの食べたら。大丈夫ね、皆さんダメだよ、何食べたんだよ、ほんと。そうそう、虫いるからダメなの食べた、ああいうのってだってカタツムリかなんか食べてほら死んだ人いるじゃないの。カタツムリは食べたらやばいけど、ね、そうそう、いるよね、カタツムリかな、ナミクジかなんか食べてダメだよ、ね、やっぱ。じゃあ変な寄生虫だな、あんたもう死んでるかもしれないの、あんた。大丈夫、ちゃんと見極めて、サバイバーだ。何がサバイバーなのじゃあナメクジかな、食べて亡くなったよね、確かね。ナメクジが死んじゃう。でも昆虫カフェいたんですよ、こんな。コオロギは美味しかったです。コオロギ美味しかったでしょ。あれだって食べさせてるもので味変わる。あのほら、セミとか結構あのエビみたいな味するよね。うん、うんうん、セミ食える。旬が過ぎたから。あ、ほんと。ゴキブリとか大丈夫、うちではそんなもん出さない。カブトムシもまずかった。あ、やだ、私あれも食ったわ、私タランチュラ。へー、すげー。タランチュラでも味してそんなに。クモでしょ、感触やばいね。ムカデでしょ、あとゴキブリ食べた私、うん、何でも食べるのだし、昔はね。ゴキブリってどんな味ですか？ゴキブリなんだろう、ゴキブリなんかもう本当に、うん、なんだろう、臭い。うん。そうそうそう。何でもやったんだよ。昔は。昔はっていうか、ね。やっぱりほら、名前売るためにはね。昆虫食べたり、ほらね。1キロのほらラーメン食べたりとかさ。牛丼食ったりとかさ、やったんだよね。いろんなことね、ほんと。もう今はダメ。もうご隠居中で。そう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 。ね。いや、そんなことないですよ。いやいやいや。ヒトムさん、やっぱりもう。こんなことないわよ。強いっすよ。いや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 。ぶっちぎってるじゃないですか、この間。イベントね。先週。あ、ね、寝たな？そうよ。寝なっすよ。うん。うん。ここ寝ていいか。でもこれ新しくしてるとかで。あ、山田くんに私言っといてあげるよ。あ、すみません。あの、ここに。え、住所教えていいの？山田くんに。あ、来るの？あ、わかんないけど、どうする？もし来るって言ったらどうするの？来たら来て、ちっちゃい。とりあえず、だって寝た。山田くんもこれ寝ればいいんじゃないの？山田くんもこれ。いいか。絶対車で寝るんだ。みんなで寝てね。そうそう。今だってどこ走ってんの、そもそも。私も止まらんから、これ。みんなでこう寝る？ここに彼女やって、こうやって。こうやって寝る？こうやって。みんなでこう寝るの。どうも、私もこうやって横でこうやってね。山田くんはどっか行ってて、名古屋だ。こういう感じで、ここ涼しくていいね、羨ましい、ほんと。いや、こんな涼しいの久しぶり、皆さん、もうほんとないもん。そうね、一日中壊れてる、ね、めっちゃ暑いよ。やばい、ほんと1台しかないの。うん、いや、俺はね、クーラー効いてりゃ、夏希ちゃんね、泊まらせてあげてもいいけど、全然普通に、私の家ね、逆に布団もいっぱいあるし、うん、ね、みんな泊まってるよ、いろんな配信者の人もね。ただね、今はちょっとダメ、ほんと死ぬと思う、絶対。私が死んでるから誰いなかった、ん、あ、いいよ、そうです。あれ、ここって何、禁煙、喫煙 OK だっけ。私大丈夫、あ、でもそう、このお家自分がそうから。あ、そう、うん、そうそう、
うん、起きたら何この顔、私の顔、別にそうかな。ね、うん、私も落とすわよ顔じゃん。だいぶ富士山落ちてきちゃった。そうそうそうね、うん、え、じゃあタバコ吸ったんでなさあなた。うん、ね、はい。ね、つけちゃった。だから考えよう。それではもうそこ入った。なるほど。お風呂はもう今日無理なんでしょ？あ、お風呂はもうめちゃくちゃ入りました今日。うん？今日めっちゃ入りましたお風呂。お風呂か、お風呂ね。お風呂が問題なのね。お風呂はもうな、でもそうね、お風呂はまああるけど、お風呂だから。水風呂ってできるの？まだ入る。今日は暑かったじゃん。水風呂？うん。銭湯とか行けばいいんじゃないの？銭湯あるよ。ねえ、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ひろみちゃんありがとう。あ、そうそう、昼間スーパー銭湯行けばいいよね。うん、あ、もう近くにね銭湯あるの？500円だ。あ、あるの？うん、あ、まあそう、午後からだろうけど。うーん、銭湯から。あ、そう、うん、結構いいところよ。うん、ここでもいいじゃん、なつきちゃん配信もできるし、自由にさ、うん、配信も全然自由にしてもらって構わないし。ほら、ありがとうございます。ただガスだけな、今通ってないだけ。なつきちゃんほら全部そう取れるし、あれでしょ、電波があるんでしょ。はい、ネットは。山田くん来たらさ、うん、また合流すれば。そうね、そっから考えれば。山田くん結構タイプでしょ。足、うん、いや、いや、うん、私山田くん結構好きなんだけど。年下でしょ、足、うん、山田くんの顔結構好きじゃない。なんでおかしい？山田くん、なんか山田くんタイプかもって言ったら、ええー、ってみんな言うのよ、うん、どこがみたいなね、言われるの私ね、ええー、みたいな。趣味悪いみたいな。私 A 型。なんで、あなたは O 型です。あ、O 型か。あんた A でしょ。足、あ、A ね、うん、そうそうそう、O 型の女性ね、あなた、うん、あ、そうか。 O はうまいのよ、そうな、付き合い方が。あ、うん、めっちゃ痛い。コロコロコロ、こうやってあの結構上手だよね、大型の女子はね。大型の女子は結構社交的よ。うん、うん、あの大型の人ってなんか気量いいよね。そう、女性ね、あの、うん、なんだろう、 A 型って結構さ、うん、深く深くなんかこう付き合っていこうと思うタイプじゃん。そうそうそう、 O ででもちょっとなんか 50% ぐらいしかちょっとあの付き合いませんって言って、わかるでしょ、うん、上手にこう均等にみんなとこう上手にこう付き合っていけるよね。うん、周りと上手に。八方美人って言われるんですよ。いや、八方美人とはまた違うんだけど、うまいんだよね、上手に。そう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 、うん、だ、大型うらやましいと思うよ、私は、うん、思う、うんうん、しっかりとこう、あと割り切りも、ね、上手、うんうん、仕事とかプライベートとか、うん、いいよね、うん、大型の男子も好き、私大型の女子も、うん、分かるね、分かる。私あの何になりたいって、私大型になりたいわ。あ、 A 型、なんで AB 型になりたい。違う違う違う、A 型、うん、A になりたいの。 A めんどくさいよね。めんどくさいよ、うん、 A って A めんどくさい。うん、ドキちゃんが A だったの初めて知った。私苦手見る、うん、全然 O だと思って私 B 取れるよ。あ、B にも見えるけど。バリバリ A 型やね。あ、ほんと、うん、岡前前さんも A 型。あ、そうね、岡前前も A 型、ね、面倒見えじゃん。かまゆさんも A 型。うん、かまゆさん、あ、かまゆちゃん、あの子でもアミって結構意外に真面目なんだよね、かまゆちゃんってね。そうそう、ちょっとあの悪ぶってる見えるんだけど、なんか違うらしいね。うん、私聞いたことある、あの彼女とこう仲のいい人から聞いたことあるけど、うんうん、ああやって表ではなんかもうね、ちょっときつく言ってるけど、すごくなんかね、ナイーブな、うん、感じらしいよね。性格もね、ちょっと弱いみたいな、うん、結構そう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 でしょ、うん、何、え、 AO、 何 AO って、うん、知らない、カメラちゃんわかんないけど、うん、え、寝なさい、あなたもね、B 型どんな感じ？我が物の人生行くって感じ。そうそう。ね、あれどこ行ったのって言ったら向こうの方に。山田さん B 型。あ、やっぱり。あ、B なんだ。あ、B か。で、B ってでもさ、積極性あるよね。結構。
もう思い立ったらすぐ行動みたいな。そうそうそう、うんうん、ね、うん、そうそう、今から会える、うん、会えるよみたいな、うんうん、遊ぼうって、うん、分かった遊ぼうみたいなそういう感じ。うん、そうよ、私そうなのよ。 B の男性って結構ね、隠さないよね。隠さない。しかもさ、うん、結構多くない？ B って多い、こっちの世代。あ、特別ありがとう、ありがとうございます、うん、あるよね。私結構 B の男付き合ったもん。 B って結構向こうから来ない、好きだよみたいな、くるくるくる、え、何みたいな、うん、急に何ないものねだりで惹かれ合うらしい。あんのかな、 A と B は。ね、わかる、皆さん B って結構告白してこない、ね、うん、あるある、好きだよみたいな、え、何みたいな、急にどうしたのみたいな、ない、私あるよね、 B 型って結構、もえ、な、何みたいな、そうそうそう、うん、付き合ってって、え、みたいな、うん、パラパラさんも B って、ね、あ、ほんと、あ、そうです、パルちゃん、パルワンさんを行った、ほら、うん、ヒデリンが行ったわよ、あ、ヒデママ行ったわ、おはようございます、私 B って書いてある、枠に来るの、ツルピンの枠にも来るの、来ていただけます、あ、ヒデママ、うん、あ、そうなんだ、まあでも苦手って言われて、なんでなんで分かんない、ほんと、つるちゃん可愛いって言われてるよね、うん、でもママこの間、うん、私このことデコルテ姉さんの枠で苦手って言ってたじゃん。でもなんかさっきコメントでね、うん、デコルテ姉さんのことについてどう思いますかってコメントもさっきあったのよ、うん、なんかあったの、デコルテ姉さんって。いや知らない、ほんと、うん、今日普通になんか料理配信してる。あ、そう、うん、うん、大丈夫です。まあでもありがたいですよね、名前出していただけるの。ほんとに確かにね、うん、え、ねえ、枠次やったら？そうだよ、僕やれば。元気ないです。じゃあ、もしも、まあ、どっちもいいしね。ツルピンやれば？あ、ちょっともいいし。うん。ツルピンやんないの、次。うん。え、ちゃん、とりあえずどうする？やめろ、来るまではいる？あ、うん、私、もう帰ろうかな、みたいな。うん、だって、ね、寝ると思うし、この子。うん、よっかい。そう、だって家近いしね、ここだったら。そうね。なかったら来れるじゃない。そうね。私。うん。そうそうそう。山田くんが、だから、どこに来ればいいのかって話になるんでしょ？一応、うん、一応だって配信しといたら、じゃあツルピンも話今がつけてる、うん、うん、ねえ、見たくない続きもう疲れたよ、8時間もやって配信な、まあもう4時だもんね、ねえ、8時間もやっても疲れてんね、みんなな、ほんと今日もね、ねこんな時間までやっちゃってんの、放送、そう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 、うん、ラグが何すごい、この枠を、電波の問題かしら、うん、そうそうそう、うん、横になれば、はい、すいません、ちょっとどうぞ、なってくださいなって、どうぞ、 ありがとうございました、なってください、ありがとう、あとなんか、あれ持ってきていいんだよ、何、あのスーツケース、スーツケース、あ、そう、スーツケース持ってきたかな、あー、もうこのまま、このままで、え、お洗濯とか大丈夫なの、あ、大丈夫です、ほんと、はい、はい、軽いじゃん、あー、全然もう、汚くない、全然、あー、すいません、うん、優しいわね、ありがとうございます、中村と違うわね中村と一緒にしないでよ、ねえ、中村くんだから、結構長村くん優しさ知ってるけど、私中村くん営業部は、ね、母校になるから言わないよ、優しいっていうか、ね、どうなのかしらどうなのかしらね、うん、中村くん変わらないけどね、オンとオフもね、あのまんまじゃない、いや、配信外はもう全く喋ってくれないですよ、嘘、マジ、中村くんって言っても、うん、無視、嘘、ねえねえ、こんなことあったんだよっても無視、うん、マジ私すごい喋る、中村くんと配信外で止まらないんだけど、配信して、いいな、なんでおかしいわね、なんでバックつけた瞬間、なつきちゃんってなんかすごいオンと、マジ切り替えがすごいな、なんだろうね、一体な、そう、裏では中村くんに、なつきちゃんって裏ではうるせえのに、なんで枠で喋らないのって今日怒られた、なんだろうね、あ、女性だからやっぱちょっと気を使ってるのかな、中村くんなんだろうね、一体な、うん、
ちょっと謎めいてきました。うん、そうね、うん、あでもうん、枠つけてやつルピン、うん、レキンは浅いんで、ヒドナさんと中村君の方がね、深いそうね、うん、だから話しない、まあ中村君ほら、私にほら、従順だからねえ、結構ね、うん、裏ではな、ね、何言ってるうちわからないけど、うん、あでもほら、ね、仲良くね一応してるとは思うんだけど、私はそうですね、枠やってる？ちょっとスタムネ枠やって、皆さん、あ、皆さん枠切り替えるわよ、よいしょ、ニコルすごいね、うん、なんで iPhone 欲しいわ、なに iPhone 欲しいの iPhone 欲しいわ、 iPhone、 あ、かくちゃんありがとうございます、どやさどやさどやさ、ありがとう、ありがとうございますねえ、ゆっくり寝てね、口つけてない方が、あ、ほんと、うん、私は飲んでるのは自分で口つけちゃった方が、口結構つけるの、だって人からの相性が悪すぎて、まあね、うん、何の相性、コラボの相性かな、人の相性かな、お疲れ様でした、まあ、あんま考え